旭川。旭川は、岡山県を流れる一級河川で、旭川水系の本流である。県の中央部を流域とし、吉井川、高橋川と、並び岡山三大河川の一つに数えられる。支流は146。それらを含めた、河川総延長は8 2 1 9トルに、上る。流域内人口は、約34万人。 岡山県真庭市昼前上、徳山、旧、真庭郡川上村大和城徳山の朝、鍋橋河川付近、昼前高原に源を発し、途中で新庄川、備中川、丹上寺川、向井川など146の支線を合わせながら、岡山県中央部をおおむね南流している。岡山市北組の付近で百軒川を分派した後に、岡山市の中心市街地を干流して、 小島湾に注ぐ。途中に、湯原ダム、旭川ダム、旭川第二ダムが設けられている。上流域では、中国山地の山々を流れ深い谷を形成し、中流域では、日比高原のなだらかな丘陵地や扇状地製の盆地、落合盆地などを形成しながら蛇行している。また、下流域では、旭川の堆積作用及び中世から現代にかけて、 坂に行われた干拓によって、岡山平野が形成されている。岡山市の中心市街地は、山間部から開けた谷口から干拓によってできた、低平にかけて位置している。旭川流域の都市平均降水量は、上流部で1700から2100ミ、mm、リメートル程度と、日本の平均年間降水量よりも多い。一方で、中、下流部では、温暖。 昭雨の瀬戸内海式気候のため、1100ミ、mm、リメートルから1300ミ、mm、リメートル程度になっている。流域の土地利用は、山林等が約88%、水田や畑地等の農地が約10%、宅地等の市街地が約2%となっている。源流に近い昼前地方、真庭市昼前ではおよそ3万年ほど前の旧、石器時代遺跡が存在し、 遺跡の分布から、縄文時代には川沿いに集落が立地していたと見られる。下流の岡山平野では旭川は、流の口山、岡山市中区の再六から複数に枝分かれする形で、現在の小島湾に注いでいた。小島湾は当時、木々の穴海と呼ばれ、三竿山、岡山市中区や、八坂山、岡山市北区の南麓が海岸線となっていた。 龍の口山西部の分岐点から東に分離した龍路は現在の高島地区を南東方向へ流れ、三沢山東部が河口であった龍の口山西部の分岐点から南に分流した龍路はさらに東西に分かれ、一方は現在の八幡、原尾島、門田屋敷各地区あたりを南西方向へ流れ、高楽園東部をから現在の龍路より少し東を蛇行しながら南流し、 青江地区あたりが河口であった。もう一方の南流は、現在の西川や市役所筋あたりを蛇行しながら、南流し、大友あたりが河口であった。両分流に挟まれた、デルタ地帯は大源、大島県、大津県と呼ばれた。流の口山西部の分岐点から西方へ分流した。流路は、さらに南北へ分岐し、北流は、現在の津島を西流し、笹ヶ瀬川と放流。 木々の中、山東南部で海へ注いだ。一方、南流は、現在の岡山駅北側の一帯を南西へ流れ、野田辺りに河口があったと言われる。現在の西川や雑川、観音寺用水などは、廃川後の旧河道を利用して作られている。現在の岡山県総合グラウンド、岡山市北区に位置する津島遺跡では、縄文や生時代の住居跡及び水田跡が、検出され、 旭川からの水を導入した用水路の跡も検出されている。山東県を脅かすほどの強大な権力を持っていた機微が存在していた。古墳時代には流域に数多くの古墳が築造された。奈良時代から鎌倉時代には平野の開墾が進み、大安寺宗や仕方の章をはじめとした荘園が数多く開かれた。室町時代には物資輸送の手段として、 高瀬船の運航が始まっていた。戦国時代には、岡山平野の土地の広さと、陸運、水運の利便性に目をつけた、うっきたなおが、旭川下流のデルタである、大津県にあった、小高い丘の岡山、芝岡山、石山、天神山、天馬山の中の石山に、本拠地を移し石山城を築城、このひでが、岡山へ、 天守閣を移し石山城を取り込む形で岡山城を築城した。なお、浮田市以前に天神山にも城郭があった。この時城の防御のため、現在の八幡、原尾島、門田屋敷各地区へと南西に流れていた旭川の流路を岡山城の北面から東表に沿わせるように流路を蛇行させ、それまでの流路よりも西に付け替えた。その大きく蛇行させた流路と、 上流域で盛んであったたたら製鉄のための樹木の伐採による山の荒廃、製鉄の工程である神奈流しによる土砂の堆積にり、川床が上昇したことなどの要因によって、岡山城下では洪水にたびたび見舞われた。また変更した流路は、小野郡と上東郡の郡境であったため、現在の西河原の東河原、竹田地区などは当時は、 流路西側に位置していたので、小野郡に属していた。しかし、流路の変更で東側となったが、軍域変更はされず小野郡のままであった。明治期における、宇治村との合併により、上東郡宇野村となった。江戸時代に入り、岡山藩藩主の池田三政のもとに仕えていた、陽明学者の熊沢万山が、川除の方を考案し、軍隊、 津田江忠氏によって百軒川が改作された。百軒川は、三沢山の北陸に沿うように流れ、東岡山地区から南流して、小島湾に注ぐ、全長12.9キロメートル、川幅約200メートルの放水路である。津田江忠氏は、この後、旭川と百軒川を結ぶ運河の役割を持たせた、倉安川開削や旭川流域の神殿開発に着手し、 おき殿などの大規模な干拓事業を指揮した。また、高瀬船で木材や大豆、鉄などが運搬された。高瀬船は初期の頃落合、真庭市落合町から、その後みまさか高田、真庭市勝山地区から、岡山城下まで航行し、岡山城下の京橋付近をはじめ、癖、福渡り、神奈川などに船着き場が設けられ、川港として賑わいを見せた。干拓は、 藤田伝三郎らの手によって明治から昭和30年代まで継続され、旭川の流路は大きく南に延長された。明治時代に入っても製鉄によるカンナ流しが行われ、土砂堆積による川床の上昇が見られていたため、幾度となく航路維持のため春節工事が行われていた。利水面では1905年7月に岡山市で全国8番目となる。 水道事業が開始され、地水面では、内務省お雇いのオランダ人技師ローウェンホルスト、ムルデルの指導により、昭和初期に桜橋、岡山市中区門に、ケレップ水星が建設された。しかしながら、依然として、岡山市の中心部はたびたび洪水に見舞われ、1934年、昭和9年9月には、室戸台風による大雨によって、朝日川、 百軒川の堤防が決壊し、死者60人を数えるなど、大きな被害を受けた。これを受けて百軒川の増強計画、発電用としての湯原ダム、旭川ダムの建設計画が進められたが、第二次世界大戦に突入し、戦局の悪化とともに、これらの計画は中断した。戦後、中断していたダムの建設に着手し、1954年、 昭和29年に朝日川ダムが、翌年には湯原ダムが、相次いで完成した。1972年昭和47年7月号に、朝日川は再び洪水に見舞われ、朝日川ダムの再開発と湯原ダムの洪水調節機能の整備による多目的ダム化が実施された。現在は1992年平成4年4月に改定された。 工事実施基本計画をもとに改修が進められている。一方で近年では異常気象による渇水も発生し、1993年、平成5年には、湯原、旭川両ダムの貯水率がれぞれ20%、50%を下回り、岡山市では史上初めて減圧給水が行われたほか、農林水産業の被害額が約142億円に上るなど、 深刻な事態となった。2004年、平成16年には、台風16号による高潮が発生し、川口付近の住居が浸水する被害があった。植物は、上流部には、杉やヒノキの人工林と水なら、コナラなどの紅葉樹林が混在しており、一部に、ナ林が残存している。中流部は赤松、コナラ、杉ヒノキ人工林、クヌギなどが混在している。 下流部では、柳等の下半林が形成されている。川口付近の干潟では、ヨシ類が生えている。動物は、原流部に、特別天然記念物のオオサンショウウウオが生息し、上流部は清流を好むアマゴ、カジカ、砂やツメなどが、湯原ダムには、コイ、ギンブナ等が生息し、カルガモやマガモ等のカモ類が飛来している。また、ニホンザルやイノシシ、 ムササビなども見られる。中流部は、旭川ダムのすぐ近くまで、アユや、サツキマスが遡上し、ヒドリガモ、マガモ等のカモ類が飛来する。カリュー部でアユ、ウナギ、メダカなどが、水際の植生周辺には、オヤニラミが生息し、アオサギ等のサギ類や、カワセミ等が飛来している。その他、ムカシトンボやゲンジボタル、モリアオガエル、カジカガエル等が生息している。 地線の百軒川上流部には環境省レッドデータブックで絶滅危惧種に指定されている天然記念物アユモドキの生息が確認されている。旭川は時代や地域により様々な名称が存在した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。